はいみなさんこんにちはスーパーネコパンツです。本日は気になる主演記事やっていきたいと思います。まあ2022年の9月編にはなるんですけど、もうね最近一月に1本じゃ足りないんで、とりあえず1本目ね、えー、初日から取っていこうと思います。今日9月1日ですね。8月9月ね、すごい量のゲーミングガジェットが発売、発表されてますね。 それではね、早速やっていきたいんですけども、最初にちょっとだけ宣伝させてください。こちら、蝶猫コチャンネルね、今、メンバーシップを2月から解禁しています。メンバー専用のね、ディスコードサーバーっていうのもあって、最近やった面言配信だったらね、250人以上のメンバーに、すごい細かくね、PC スペックのアンケートを取ったりして、 めちゃくちゃ盛り上がりました。まあ、今だから GPU とか CPU とか何が旬なのか、えー、ガジェット好きはどれを選ぶのかとかね、えー、かなりね、細かくわかるので、これは本当におすすめですね。ぜひ興味がある方は加入してみてください。それでは本編行ってみよう。まずは最初にこちらから、ドン。あのね、最近何がやばいってね、あの、モニターがやばいですね。まずサムスンが55インチのオデッセイアークですね。とうとう発売しました。あー、もうね、これはやばいよね。55インチの 1000R 湾曲で、 こういうふうにスタンド一体型なんだけど、とんでもないよね。縦型でこの湾曲ができるっていう。しかも55インチ。かなり重いものになってるんですけど、なんか2人じゃないと設置できないみたい。で、こういうね、ハブっていうか、ユニットがついてきて、HDMI は4つ入力できるみたいですね。こういうふうにコントローラーもついていて、こんな感じで3画面で使えたりとか、だから普段だったら、こう4画面だったのが、アークがあれば、 こういう風うに、一画面でできるよっていう、一つのモニターでできるよって感じですね。で、縦にもできますよって感じなんだけど、実際のね、体験としてどんな感じかというと、27インチのフル HD のモニターが4つね、一画面にまとまってる感じのイメージらしいですね。これは使ってみたいよね。でも値段も結構バケモンで、3499ドル、えー。日本円にすると今の為替だとえぐいことになって、50万近くですね。なかなかのね、高額商品になってしまってます。日本はね、そもそも正規販売してないのが一番痛いよね。 正規店で売ってくれるんだったら保証聞くからまだありだけど、海外から個人輸入で50万ちょっと辛いですね。はい、次。えー、モニター。これもね、かなり話題をかっさらっていきましたけども、ゼノンフレックスですね。コルセアのね、モニターなんですけど、これすごいんだよね。湾曲率を手動で変えることができます。今までの湾曲率最高だったらね、1000R だったんだけど、これなんと 800R まで。800R までね、 湾曲させるることとでででできるんんねねももうとんでもないですよ、ね、で僕個人的にね、すごい注目してるのが、こ裏に、背面に、あの、ポートをさせるっていう、その、下から刺すとか横から刺すじゃなくて、後ろにね、こう、ポートが見えるっていうのがいいなと思いました。これをスタンダードにしてほしいですね、今後。で、あとね、フロント側にもね、 えー、ポートが見えるのもすごいいいなと思いました。操作版もありますね。これ一応 LG のパネル使ってるんだけど、スペックも結構化け物で、45インチの WQHD240Hz にはなるんだけど、これね、あの、応答速度 0.03ms です。<laughs> 桁違いですね、これは。次世代のパネルが出てきたって感じですね。はい、次えー、そして m o b i ベン s b e n q の m o b i s もね、モニター新しいの発表しました。本当にこの2ヶ月やばいです。 48インチの OLED の 120Hz のゲーミングディスプレイ。これは湾曲してません。応答速度の方は 0.1ms ですね。そして 120Hz のゲーミングモニターになっています。はい、次。はい、なんとね、ハイパー x もモニター出してますね。めちゃくちゃモニター熱いことになってる。えー、HyperX は2種類出してて、 25インチのフル HD240Hz のモニター、27インチの QHD IPS の 165Hz のモニターを出してますね。こういったモニターも同時に出してるんで、もう全部ね、ハイパー X でまとめることができるみたいです。で値段はまだ出てないのかなこれは。まあ、なんだろうね。やっぱり俺は、どっちかというとモニターはモニターのメーカーで買いたいけどね。ハイパー X は未だにオーディオのイメージがあるんで、ヘッドセットのイメージがね、強いんでね。はい、次。 えー、はい。こちら。アークティスノバセブンワイヤレス。これもね、かなり、えー、気になってる方多いと思います。えー、アークティスノバプロワイヤレスとアークティスノバプロっていうね、優先版のやつが発表されたんですけども、もうちょっと買いやすいノバセブンの方も出ました。まあ、アークティスセブンのね、後継機ですね。で、これも PC、PlayStation、Xbox ってあるんだけど、基本的に、このバンドの色が変わる感じで、Xbox に関しては、Xbox 内でのゲームチャットバランスができるようになるのかな。 PC 版が僕はね、見た目かっこいいんでね。あの、バンドがフローなんで、買うなら PC 版買うかなって感じですね。ちなみにですね、えアーキスノバ7ワイヤレスとアーィス7の違いが、かなり大きい違いがあって、それがですね、こっちの方はですね、えー、スマホとコンソール、もしくは PC の同時接続ができます。これはね、多分アーィス7にはなかった機能なんで、まあ、そのうちね、レビューしようとは思っています。はい、次。 えー、同じく同時期にね、スティールシリーズからこのスピーカー3種類発表されました。結構ね、これもいいみたいですよ、音質。で、同時にね、このスピーカーでゲームする人用に、 なんとこういうのも発売されたんですね。アリーナワイヤレスマイクっていうね。えー、なんかノイキャンが入ったもう単体のワイヤレスマイクって感じで。だからスピーカーでゲームしたい人で、ボイチャーしたい人に、要はスピーカーの音が相手のボイチャーに乗らないようにしながら、えー、通話できる。そういったものみたいですね。なかなか面白いよね。どうなんだろう。ちょっと試してみたい気持ちはあります。はい、次。えー、これは僕が個人的に気になったやつだな。 え、YouTube の動画で見たんだけど、なんかこれすごい音質がいいワイヤレスマイクらしい。まあどうでもいいな、これは。あ、はい次えー、これもですね。メンバーさんがちょっと、これ安かったけどコスパめっちゃ良かったよってね、音良かったよって言ってた、えー、ワイヤレスイヤホンですね。えー、こちら、ムーンドロップね。コスパがいいね、音質がいいイヤホンでね、結構有名なんですけども、ここがね、なんかボイドっていう開放型のね、ヘッドホン出したんだよね。ちなみに周波数特性、えぐいことになってます。10から、やばいな、これ。10から8万ヘルツ でも、エフェクティブ周波数レスポンスが20から2万。どういうことやでも、ま、ドライバー自体は8万まで出せるってことかな。値段が199ドルですね。はい。これもね、チェックしてみてください。次。これね、なんだと思うこれ。一生充電しなくていい、ワイヤレスヘッドセット。これね、メンバーさんに教えてもらったんやけど、自然光で、要は、家の中に置いてるだけで、 充電するらしい。だから使ってない時に、えー、例えば蛍光灯とかかな、LED ライトとかでもいいのかななんか勝手にそれで充電するらしい。今まで太陽電池だったらさ、外じゃないとダメだったじゃん。これ、中でもいいのよ。将来こうなるんだろうね。もうなんか、タイプ C ケーブルとかも消えていくんですかね。これはなんか未来が見えたんで面白いなと思いました。どうやら上の部分が、その、太陽電池みたいになってるみたいです。はい。やばいよ。次。ピアリビングさんが出した、 防音カーテンなんですけども、ここなんか結構防音カーテン出してたんだけど、こう一般的なね、防音カーテン出してるんだけど、新しいモデルで、なんかこう、防音材を中にさせる。むしろなんかパーテーションみたいな感じですね。結構配信する人とか、自宅で仕事する人とか、こんな感じでパーテーション簡単に作れるんで、突っ張り棒でね。これ僕個人的にもちょっと気になってますね。色も3種類ぐらいあるのかなはい、次。これもね、最近知ったんですけど、マイクアーム用のクランプテーブル。これ何に使うと思うまあ、 僕が大好きな長尾製作所が出したものなんだが、モニターアームのポールあるじゃん。ね。モニターアームのポールに、わかりづらいな。モニターアームのポールに、こうクランプするんよ。クランプしてそこからマイクアーム生やすみたいな。そういったものになってます。世の中に出てるマイクアームってやっぱり、その基本的にデスクにクランプする感じなんで低いんだよね。で、モニターをクリアできないんですよ。もしモニターの後ろに設置したら。でもそれを簡単にできるようにする。そういったキットになってます。 延長ポールがついているマイカームすごい高いから、これ買えばね、普通に解決できるんで、これすごいいい商品だなと思いましたね。ま長尾製作所いいね。アイディア商品が素晴らしいですね。次。これはなんか ASS u がね、あの、クリエイター向けに出したマウスですね。なんか 3D のビューがあるんだけど、まあプロワードっていうね、ダイヤルが2つあるんだよね。これどういう風な使い勝手かなと思って。ちょっと僕個人的に気になってます。で次。えまあマウスといえばこれだよね。 今話題なのは G502 の後継機ですね。G502X プラスゲーミングマウス。二、えー、2種類出てて、502X プラスと、五、えー、502X ライトスピードっていうのが出てるね。で、どっちが高いかっていうと、X プラスの方が高いんだけど、なんかね、スペック的にはあんま変わんなくて、基本的に X プラスの方は RGB が入ってて 106g。で、X ライトスピードの方は RGB がなくて光らない。光らないけど、グラムになってるのかな ?99.7g になってるらしいです。 ちょっと軽いっていう。RGB を捨てて 6g 軽くするかっていう。そういった葛藤ですかね。なかなか面白いよね。100g 絶対頑張って切りたいみたいな。信念を感じますね。はい。皆さんどっちを買いますか僕は断然ライトスピードですね。RGB なんてイランっていう周波なんで、こっちがいいです。はい。まあ、502はね、これはもう欲しいよね。ずっと使ってたからね、昔。 新型気になりますね。次えー、これもね、これ個人的にめちゃくちゃ気になってんだけど、ソニーが9月6日に、なんかね、ロボティックとシネマ用カメラですね。まあ動画用のカメラが合体するみたいなことをね、こうティーザー映像出てるんですよね。ティーザーサイト出てるんですよ。これめちゃくちゃ気になってますね。もしかしたら、めちゃくちゃ最強のジンバルがね、もう内蔵されたような。 えー、動画用のカメラだったら、YouTuber とかね、飛びつくんじゃないかな。俺もね、やっぱ手ぶれはね、気を使うんでね、これはすごい楽しみです。何なのかな。業務用の可能性もあるみたいですね。だから一般向けじゃない可能性もあるみたいです。はい、次。えー、ソニーショットガンマイク出したね。これもね、俺ちょっと検討してて、TGS2022 ね、行く予定は今あるんだけど、 その会場で使おうかなーとか思ってますね。まあ、ピンマイクでもいいかなとは思うんだけどね。会場の雰囲気が伝わる音声をね、ちょっと、もうちょっとよく収録できたらなーとか思ってね。購入は検討しています。はい、次。忘れてたわ。今回一番のニュースはこれだよね。<laughs> プレイステーション5用のデュアルセンスエッジの公式が作ったプロ用のコントローラーね。 発表されました。マジでね、これ一本動画出してるんで、ぜひ見てみてください。で、あの後ですね、新しく発表された内容があって、それがこのサイトなんですけども、英語版のね、エッジ専用の PS ブログじゃない方のね、サイトが出てました。で、あ、リリースって書いてるから、これを押したら、この背面が取れるのかなそれとも、えー、スティックモジュールが取れるのかなトリガーストップは2段階あるみたいですね。何もない状態と多分、トリガーストップちょっと入った状態と、トリガーストップ強めのやつ。 スティックモジュールね。すごい詳細な映像が出ましたね。こんな感じで。これ単体でいくらなんだろうっていうね、僕ツイートしてますけども、皆さんまあ3000円から5000円、えー、もしくは2つで6000円とかね、いろいろな意見がありますね。僕は多分4000円ぐらいなのかなと思います。1個で4000円ぐらいかなっていう気がするんですけど。で、それ以外にもですね、実際に何が入っているのかっていうところが詳細に出てます。コントローラー本体、えー、ケーブル、えー、スティックキャップですね。ノーマルのこのトップの部分ですね。これが2つ。 それ以外にハイドーム、えー。要は高めの丸いスティックキャップが2つ。で、低めの丸いスティックキャップが2つ。 だから全部で6つですね。両方とも、えー、丸型の高めとか、両方とも丸型の低めとかもできるみたいなんで、充実したパッケージになってますね。あとは、まあ、この背面ボタンのドーム型とレバー型も2つずつ入ってるみたいです。ちなみにここで表示されているのはドーム型だと思います。レバー型だったら多分ここら辺に来るのかな。新しい情報出たらまたね、動画出したいですね。はい。ライゼンの7000シリーズが発表されましたね、えー。本当に新しい世代が届きました。 えー、7950X から 7600X まで出てるんですけども、えー、もうね、早速インテルを煽ってますね。コア i912900K より11%シングルスレッドパフォーマンスで上であり、そしてマルチスレッドパフォーマンスでも44%速いって言ってます。ワットパフォーマンスも47%高いっていうことなんで、そんなに熱くならないけど、お前より強いぞ、インテルっていう風に言ってます。はい。<laughs> いや、これはね、インテル対 AMD のね、プロレスがね、また始まるんでね、これ楽しみですね。ちなみにこの、このラスボス感半端ないライゼン7000シリーズなんですけど、9月27日発売予定なんで、えー、僕もね、もしゲットできたら試してみたいですね。マザボもね、ソケット変わるんで変えなきゃいけないんで、マザボとのセットになりますけど、えー、楽しみですね。メモリの方は DDR5 のみに対応するみたいです。はい。 最後はね、シムレーシングカテゴリーになるんですけども、えー、もう最近すごい大ニュースになったのがこれだね。モザレーシングっていうね、もともとカメラのジンバルとか作ってる会社が、ハンコンとか作り始めて、そこがね、やばい商品出してきた。それがこちら。えー、モザ R5 って言って、これがね、とんでもないんですよ。何がとんでもないっていうと、これ、ね、ダイレクトドライブって言って、普通、高いモデルにしか入ってない、このモーターがね、 中に入ってて、それ直結でハンドルがつくっていう、そういったハンコンなんですけども、本当はすごい高いんだけど、ハンコンのこのね、ユニット本体とハンドル、そして、このペダルがついて、599ドル。これね、価格破壊ですよ。ありえないですよ、本当に。これね、めちゃくちゃ話題になってます。5.5ニュートメーターというと、すごい人気のね、T300RS が4ニュートメーターぐらいかな。それよりパワフルだし、まダイレクトドライブなんで、もう本当に全然ね、フィーリングが、 上なんですよ。で、これがね、日本円だとね、ちょっと高くなっちゃうんだけど、今の為替だと、まあ、8万3000円とかだけど、もうこれはね、破格なんですよ。これはね、あのー、噂なんだけど、ここに P って書いてるの分かる ?P ってね、これ、プレイステーションらしいんですね。プレイステーションボタン。えー、ボックスっておそらく Xbox ボ,ボタンみたいな。ちょっと噂されてて、なんかコンバーターを、モザ側で、なんか開発中らしくて、もしかしたらこれね、今後、PS5 とか Xbox に対応するかもしれないらしいの。 もう本当にこれ革命的な商品になる可能性あるんですよね。このモザ R5 ね、ぜひチェックしてみてください。もう今後ね、ダイレクトドライブがね、入門期になってくるんだろうね。本当に時代のね、進歩を感じますね。はい、次。こちらね、クーガーのターミネーターっていうのはゲーミングチェア見つけたんだけど、おもろくねこれ。やばくないっすかなんかゲーミングチェア迷走してませんかっていうぐらい、ごついっすね。名前がね、ターミネーターなんだけど、あの、公式サイト見たらもっとターミネーターでした。見てください。はい。もうやばいよね。<laughs> かっこよすぎやろ。なんか、何が何だかわかんないんだけど、脊髄ついてるの、脊髄。はい。これ絶対重いだろうと思ったんだけど、案の定ですね。重さが3 6キロありますね。めちゃくちゃ重いじゃん。まあ、でもちょっと座ってみたいよね。はい。次。えー、これはね、僕が個人的に気になってる、あの、ドライビングシューズなんですけども、これは予約限定らしいんだけど、僕結構白い靴好きなんだけど、ソールがね、黒くないのが好きなんですよ。結構ドライビングシューズってここが黒かったりするんだけど、グレーなんですよ。 で、水野だから、どっちかというと、欧米のね、えー、欧米のそういう狭いやつじゃなくて、もうちょっとね、幅広で、えー、僕の足にも合うのかなと思ってね、結構気になってますね。これ、ワクチューモンなんだけど、サイズがね、ちょっとわかんないよね。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうかえー、ちなみに東京ゲームショー2022年も9月15日から18日開催されますんで、マジでね、9月もね、とんでもない発表あると思うんだよね。今月は忙しくなりそうです。 もしね、えー、高評価多かったら、今後もね、一月に一本じゃなくて、定期的に溜まったら気になる支援機出すようにしますんで、よかったら、えー、いいね、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね